スポゾーンオールスター特別企画、日本人初となるホームランダービー出場の大谷翔平。今シーズン前半戦のホームランを振り返ってみましょう。今シーズン第1号はホワイトソックスの右腕ヘンドリックスから放ったこの一発。このホームランでメジャー通算48本目、城島健司さんに並ぶ日本人歴代3位タイとなりました。第2号はメジャーで118年ぶり、2番ピッチャーで投打同時出場した第1打席の初球、見逃せばボールかという真ん中高めの156キロの球を強振、飛距離約137メートル、右中間席中段に叩き込みました。第3号は4月10日のブルージェイズ戦、このホームランで松井秀喜さんの記録を抜く日本人最速メジャー通算50号。またこの試合はホームランを含む5打数2安打4打点と大爆発、チームの勝利に貢献しました。敵地ロイヤルズ戦での第4号ホームラン、センターも追うのを諦めたこの一撃、アメリカの記者も翔平大谷が球を跡形もなくしたと驚愕。第5号はエンゼルスタジアムでのレンジャーズ戦、フォルタネビッチから打ったこのホームランで日米通算100号を達成、飛距離は122メートル、打球速度は172キロと大きな放物線を描いてライトスタンドへ、またベースランニングはなんと 17.3 秒を記録した。敵地ヒューストンで第6号となるソロホームラン、この試合でメジャーデビューとなった左投手のエマニュエルから放った一撃はぐんぐんと打球が伸びてセンターバックスクリーンへ。またこの試合終盤ではメジャー移籍後初レフトの守備につきました。第7号は3打席凡退で迎えた第4打席。チームを救う2戦連発となる勝ち越しホームラン。2試合連発は公式戦6度目。また先発登板前日にホームランを打つのは大谷選手自身初めてでした。4試合ぶりとなる第8号はマリナーズ戦、自身がメジャーで放ったホームランの中では最も遅い約156キロを計測、このホームランで昨シーズンのホームラン数7本を23試合目で超えました。レイズの剛腕グラスノーとの対決、甘く入ったスライダーを完璧に捉え、アナハイムの夜空を真っ二つに引き裂く第9号ツーランホームラン、センターバックスクリーンへ特大の130メートル弾、アメリカの記者もこの一言、なんという一発、人工衛星にぶつかったかもとジョーク交じりでした。左投手フレミングからこの一撃、内角の変化球を捉えた打球はファンが待つライトスタンドへ第10号ツーランホームラン。5月までに2桁ホームランを達成したのは日本人として初めて、またしても新たな記録を打ち立てました。大谷翔平、日本人初のホームランダービー制覇へ、そしてオールスターで投打同時出場はなるのか、歴史的瞬間をぜひスポゾーンで。MLB 見るならスポゾーンです。